今回は太さが4ミリで長さが50センチのパラコードを使っていきます。まず紐の長さは右側の方が長くなるようにして折ったら、折った部分を上の方に向けます。そして右側の紐の方が上になるように、このように一つ小さい輪っかを作ります。そうしたら上に重なったこの右側の紐で上向きにこのようにもう一つ輪っかを作ります。作ったこの輪っかを一つ目の輪っかに下から上に向けて通します。輪っかと左側の紐をそれぞれ引っ張って引き締めます。今右側に残っている紐を引っ張ることでこのように輪っかの大きさが調節できます。輪っかとつながっているこの右側の紐を輪っかに上から通します。そして紐の根元のところを引っ張って輪っかを引き締めます。下にできたこの輪っかはそのまま残しておきます。そうしたらこのようにして裏表をひっくり返します。右側にあるこの輪っかの上の紐の方が下に重なるようにこのように8の字を作っていきます。上の紐が下に重なるようなこのような感じです。そうしたら左側にあるこの紐を2つの輪っかのうち右側の輪っかに上から通します。そうしたら右側に出した紐を引き締めていきます。中心にこのように緩みが残った場合は両脇に紐を送り出すようにしながら中心の緩みを取って引き締めていきます。バランスよく引き締められると中心に斜めに2本の紐が並んでいて上下に輪っかの形ができていて右側にかかっている紐は上、左側にかかっている紐は下に重なっています。ひっくり返すと裏側では左右対称の同じ形に仕上がっています。このように結べたらエタニティーノットの結び上がりです。簡単でとてもおしゃれな結び目で飾り結びなどに活用できます。こちらは以前スライディングノットのブレスレットの時にご紹介したものですが、このようにブレスレットの飾り結びに使ってもおしゃれです。スライディングノットの結び方は別の動画で詳しくご紹介しているので、概要欄のリンクからご覧ください。シンプルでおしゃれなエタニティノット、ぜひいろいろと活用してみてください。